キングで選ばれている温泉宿以外に、ウプ主の憧れもちょっと含まれています。皆さんの次の旅の参考になると嬉しいです。まず最初に登場するのは北海道の洞爺湖にある名前も素敵なホテルです。チャランや一級で高評価を受けています。続いても北海道登別にある人気ホテルです。たくさんの泉質をこのホテルで楽しむことができ、チャランやプロが選ぶホテル旅館100選でも選ばれています。本州へ移って最初に登場するのは青森の酸ヶ湯温泉。一見宿ながら温泉地としても高い評価を受けていて、憧れの温泉宿です。続いて青森から津田温泉、チャラン、ゆこゆこ、一級と様々なランキングで選ばれています。登場するのは湯治でおなじみの玉川温泉です。様々な予約サイトで高い口コミ評価を誇ります。訪れたい本陣があるのは乳頭温泉郷鶴の湯温泉です。ゆこゆこやホテル旅館100選で選ばれているのが津奈木温泉にあるホテルシオン。お風呂にもご当地感を感じられるこだわりが素敵です。岩手の新訛り温泉にあるアイリン館。ホテル旅館100選で東日本3位のほか、予約サイトでの受賞実績もあります。そして赤ちゃんに優しい宿という点でも選びました。続いても赤ちゃんに優しい宿の橘屋。厚見温泉には他にも憧れの温泉宿がありますが、今回は1温泉地1施設にしました。ウプ主が大好きな温泉地の一つ、蔵王にある蔵王国際ホテル。さまざまな予約サイト、ホテル旅館100選で評価されています。
さんの頑張りが話題になりました。白布温泉の西屋、日々 SNS で投稿を見ており、憧れ度が急上昇した宿の一つです。仙台の温泉地からはホテルに海と屋を選びました。ゆこゆこホテル旅館100選ほか高い評価を得ています。ここで評価の高い高井温泉の卵湯、ウプ主がツイッターでフォローしている温泉フリークにも高い評価の宿です。評価ランキングで1位に輝いたのがこの野地温泉ホテル。昨年11月に調査した際、一級の口コミ評価の高さで全国2位だったのが磐梯熱海温泉にある熱海荘です。福島にある温泉宿が続きます。ホテル旅館100選で全国2位に選ばれています。残り数枠でようやく関東エリアに入ります。ゆこゆこやホテル旅館100選で選ばれている水上温泉にある松の井。続いて石段街でおなじみ伊香保から選んだのはホテル小暮。楽天トラベル、ゆこゆこ、ホテル旅館100選で選ばれています。全国トップクラスの人気を誇る草津温泉からは様々な予約サイトで評価の高いホテル桜井を選びました。ホテル旅館100選にも選出されています。硫黄の濃度と標高の高さは日本トップクラスの万座温泉。日進館は予約サイトで高く評価されており、ホテル旅館100選にも選ばれています。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。